ひばりクラブの皆さん、おはようございます。武田邦彦です。ええー、とですね、今日は、まあ、参政党の洗脳事件の、まあ、続編の2番目なんですけども、今日は私のことではなくて、ええー、と、参政党の中で比較的中心的に活動してた、最初にあの、お話しした事例ですね。色の違うポスターを使うんだったらダメだってやつ。私これね、ポスターがなんか青かなんか、参政党は大々ですから、 青とかそういう加藤と似たような色を使ったのかなと思って、えー、っと、実際そのポスター見ました。も、ま、う、あ、完全に賛成党とほとんど同じです。私、美術大学のデザインの先生を20年やってましたからね、専門なんですけど、あのポスターで賛成党に被害を与えることは全くありません。印象はほとんど同じです。ひどい話だなと思いました。今日はところで、 あの場合は市議会議員選挙に出られる人で非常に個人的には打撃を、大きな打撃を受けた人なんですが、今日も同じですね。えー、今日の方は参政党の割合初期の頃から党に入られて一生懸命やられました。で、これは参政党の活動してる人が多い中でもですね、私なんかでも知ってるような人でですね、評判もよく知ってました。もう本当に粉骨最新。 えー、賛成党のためにっていうか、国民のためにね、やってくれた人ですね。そういう人ですので、今度衆議院議員の重要選挙区に立候補することになりまして。もちろん支部の中の賛成はあり、簡単な選挙もあり、それから本部の面接もありですね。まあ、このくらいの人になると、本部の面接でも、あ,あ、どうもどうもよろしくお願いしますっのは、普通はそんな感じの人ですね。えー、もう普段からよーく皆さんも知ってますんで。えー、それが今年の5月に、 正式に全部そういう手続きが終わって、公認候補者に決定します。え。ですから、5、6、7、8と4ヶ月かな。4ヶ月ぐらい一生懸命準備をされてたんですよね。えー、まあ、重要選挙区で、まあ、皆さんも注目してですね。で、本人も頑張ろうと思って、公認取っていろいろ準備もして、た突然ですね、8月になって、まあ、呼び出されたっていうか、 話をしたいとこう言われてですね、えー、喫茶店で、えー、その話をしたんですよ。そしたらね、党の人が来てね、党の人っていうのはほとんどの場合はですね、違う人もいるんですけど、ほとんどの場合は、党の仕事は何もしてない人ですよ。僕なんかだから全然知りません。その党の事務方とか、事務方に相当するような、あこの、なんちゅうかな。いろんなことをする人っのは僕も顔の名前も知らない人多いんですよ。だって、 参議院議員選挙の時全然出てこないし、地方選挙も全然出てきませんからね。わ <laughs> かんないんですよ。その人が出てきて、ええー、まあ、何の説明もなくね、参政党の中でも役職を持ってましたからね、その人はちゃんとした人でしたから。役職の解任と公認取り消し。そりゃあね、本人びっくりしますよ。<laughs> そしたらね、理由はね、こういう時って必ず参政党の場合理由はあんまり説明しないんです。僕も質問状何個か出してるんですよ。 紙なんかでも含めて、もちろん声も、あの、電話もそうですけどね。全然返事返ってこないです。この時はどう言われたかったらですね、賛成党乗っ取りのクーデターを食わたてた一味って言われた。<laughs> 賛成党乗っ取りなんてことは全然ないんだけど、もういつもこれが出てくるんですよ。この前、百田さんも怒ってましたよね。なんか日本保守党と連携して僕がなんか乗っ取りを計画してる。いやいや、大体あの、 百田さんとちょっとした機会の調子もあってね、えー、連絡がつかなかったんですよ、実は。<laughs> だから、これも滑稽な話で、あの、百田さんが、百田先生とコンタクトができなかったのに、その間になんで乗っ取りとかやるのっていうの。いつも乗っ取りが出てくるんですよ。乗っ取りの一味って。それで、あとね、まあ、賛成党を一生懸命、あの、党員とかそういう人を教育しようとしたり、党勢拡大キャラマンをね、 あこれはね、悪いやつがあるんですよ。で、まあ、それはちょっと今、他の人に関係ないからね、まあ言いません。後でだんだん細かく出てくるでしょう。あともう一つね、まあいろんな理由があるんですよ、細かいね。これはやったじゃないか、お前これがやったじゃないか、つって。いいことやってるんですよ。賛成党の統制を大きくするためにいいことやってるんだけど、それは逆なんです。それでね、第5番目。党員のことを聞きすぎた。ね。あなたの役割は、党員の声を聞くんじゃなくて、 党員の声を抑えることだ方高校が違う。と言われて <laughs> だから、クーデターをやった。党員の声を抑えることをやった。だから、党もやめて、それでこの人はね、もう、そんな理由も納得できないと。ね。ちゃんとした人ですから、この人。もう一回、ちゃんとこっちの申し分を聞いてくれと。言ったらもう、その全然解任とかそんなのは上から決まったことだから、変えられませんと。 そこで、もう一つ、みんなと一緒に質問状を提出してるんですね、これは。えー、理由を聞いて、公認取り消しの理由。どうして、あるかと。そうすると、反乱分子と、起 <laughs> きたんですね。それで、えー、勝手に公認取り消しが公表されます。解任と公認取り消しが、えー、発表されます。党内でね。で、理由を聞いた人がいてね、それに対しては知らないと。という。 これも、参政党得意の、参政,政党事務局、今の参政党事務局、得意の方法なんですよ。そうしてですね、本人はもうどうにもなんないっていうんで、離党したわけです。そうするとですね、これは解任じゃないとかね、除名じゃないとか言うんですよ。本人の意思だって言うんですよ。いやいや、それね、その意思に追い込むわけでしょだって、全部活動基盤を失われて、公認取り消されて、それで、ほっぽり出されて、 それで、しばらくだったら、党を離れるしかないじゃないですか。党費払ってね。そんなことできないじゃないですか。だから結局、まあ、党員辞めるんですよ。そしたら、お前が辞めたってなるんです。他の県もそうですね。ええ、まあね、本当にこの人がね、言っておられるように、私もね、こんなことあったんですよ。あるところで、まあ、いろいろ支部の人たちと話をしてくれってことがあって、それで、あの、まあね、 ちょうど、こう、通りがか,かりの機会もあったもんですから、支部の方々と話をしようとしたらね、実はね、本部の事務方の関係者の一人がね、えー、秘密に録音しろって言われたらしいんですよ。で、僕はそういうの嫌だからね、えー、話する前に皆さんに対して言ったんですよ。えー、ここであの、秘密にね、この会議僕の言うことを盗聴しろと言われた人いますかと盗聴、 しようとしてますかって聞いたんです。そしたらその人も魂結構あったんだと思うんですけどね。盗聴しろと言われましたが、盗聴はしておりませんって言いました。<laughs> こういうことなんですよ。だからこのね、この人ももうね、本当にかわいそう。本当はね、実名も出して、もっと何月何日、場所がどこ全部言えるんですよ。言えるんだけど、あの、個人っていうのは結構大変なんですよ。ええ。もうね、参政党事務局はね、 なんか言って変なことだったら訴訟しようぐらい考えてますから。訴訟費用は逃費で出す。弁護士が二人もいますからね。それがやると。これにね、個人で対抗すると大変です。僕はね、あの、弁護士の友達もいっぱいいますし、今現実にこういったやつも全部チェックしてもらってるんでね。まあそういう点では大丈夫ですけど、大丈夫かどうかわかりませんが、それは普通の人に比べれば圧倒的に僕は強いですよ。だけど、 僕が本当のことを発信すると。もちろん当人の了解を得てるんですよ。だけど当人も、い、まあ、わばドキドキして、だけど悔しいと。だって、もう人生そのものを失っちゃってるような人もいるんですよ、実は。それはそうなんですよね。仕事を辞めたって人もいるし、それから、それじゃなくてもね、家族とか、周りの人とか、地域の人に、賛成とお願いしますってもうずっとやってきたと。